いやみんな、夏も終わって海です。ということで、オリジナルテレビアニメーションネガポジアングラーでツツジモリ高明を務めます石川海人でございます。いよいよあと2日でネガポジアングラーの第1話が放送となるということで、いや楽しみですね。まあ、ぶっちゃけ僕らとしては長かったっす、ここまで。そんな1話ではですね、正反対な常広と花を優しく見守る高明の面倒見の良さが見られるんじゃないかなというふうに思います。そんな高明もね、いろいろ考えていることはありますけれども、それでありながら1話の最後めちゃくちゃ衝撃的なシーンがございます。もうびっくりです。どうすんのこれっていう感じの光景が広がっておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。オリジナルテレビアニメーションネガポジアングラーは10月3日木曜日より放送開始となります。ぜひご覧ください。